16時25分、声が死んでる。あ、もうリアルに今起きてきた。皆さんおはようございます。うわすごい、今起きてきて、今日は長所のバスケットの試合と、ちょっと僕はあの髪の毛イメチェンしてきます。で今からあの、うわすごい、ほんまにリアルに今起きてきたんで、長所のおにぎりですね。おにぎりを作っていく。あかん、ほんまに今起きてるから、ちょっと頭からおにぎり作っていきます。パカッ。おー、がっつり眠い。今後月曜日から土曜日まで稼働している高橋良樹。おにぎりなんで、うわっ、クソ眠い。ごめん、みんな言葉悪いけどクソ眠い。眠い。マヨネーズ鮭おにぎり頑張ってこい。うわぁ、こんなの皆さん言うたらあかんけど、ほんまにやばいぐらい眠たい。今日土曜日なんですよ。昨日早いから分かって夜遅くまでお酒飲んでもない。だって金曜日楽しみやったもん。そうでもいいよ。あさってはまた試合やるよ。絶対勝つ。おにぎり作るわ。必勝おにぎり。美味しいぞ、このおにぎりは。頑張って試合出るように。いや、無理やつ。頑張ってください。眠くてテンション高い。あと10分で作り上げます。私が寝坊しました。皆さん、僕は寝坊したせいで、あと10分でおにぎり作ります。よいしょ。おにぎり作るの下手くそです。愛情一番です。よし、まず1個目。あと10分。熱い。よいしょ。眠気覚めてきたよ。あと10分。おにぎり待ち。はい、できました。どうぞ。でかっ。え、そう、でかっ。ありがとうっていう感謝の気持ちがないんですか、あなたは。頑張ってこい。できた。高橋君、久々に昨日お酒飲んで眠たいです。お酒飲まんかって分かることは、朝いつも毎朝爽やか。お酒飲んだ次の日はふさやわか。昨日なんとか耐えた。皆さん、お酒飲んでむちゃくちゃお腹空いてお菓子提起よった。そうなんです。アホなんです。リオと一緒です。あなたもアホです。私もアホです。いや、楽しみやな、今日マジで。初めて試合見に行く。ほんまに楽しみや。どれぐらいのレベルにおるんかなみたいな。強いんか弱いんか、まあいいチームなんかみたいな。弱くてもいいチームってあるやん。みんなでブワーって声出して、こう雰囲気のいいチーム、雰囲気が良かったら自然と勝っていくわ。みんなのだいたい部員の上位 30% ぐらいが勝とうよっていう気持ちがあればいけるよ。全員高橋龍言われてます。寝起きでがっつりカメラ向かうの初めてよ。ほんまのガチガチ寝起きで。まあでもリオの試合のおかげでがっつり朝早く起きれたんで、ジムも行ける。リオさん、55分もうちょっとあるけど大丈夫？頑張ってこいよ。行きます。おいってらっしゃい。おかえり。試合終わってきた。マスクと、うん、これ忘れた。なしで。わしはそうやった、危ない。何をしに行くねん。いってらっしゃい。よかったもんね。大して。いってらっしゃい。行ってらバスケットしに行くのにバスケットシューズを忘れていく女。高橋くんは爆睡中です。新パパ。僕は僕で、大会の3ヶ月前のコンディションです。初めて大会で出る時よりも、時の3ヶ月前より、今の3ヶ月前では、まあ、全然良さそう。ほらはジム行って歩きに行く。ただいま。よいしょ。おはよう。おはよう。宿題してない子。いや、不本やね。
はい、おはようございます皆さん。今ジム帰ってきました。爽やか。俺朝何喋っとった？忘れた。おにぎり作ってやんな俺今日。マジ寝ぼけとった。ってことで今日は長女のバスケットの初めての公式戦。むちゃくちゃ楽しみ。で友達と LINE しとったんですよ。まさか保護者目線で見るとはみたいな。そうよな。体とか顔は老けてっとうけど。気持ち心は10代やもんな、ずっと。まさか保護者目線でこう試合に行くとは。か。でもまあ、楽しみです。昨日もね、リオ可愛くて、帰ってきて、パパユニフォームもうたよって、よかったやん、言うて話してました。まあ、バスケット、長女はね、初めては中学校1年生からなので、よかったです。いや、楽しみやな。で、その後、僕は、試合 見に行った後、ちょっと髪の毛をがっつり染めに行ったろうかなと。まあイメチェンですね。ちょっとしてこうよかなと思います。では一日スタートしていきます。最後までご視聴お願いします。リュウユ、試合見に行かへんの？見に行かへんの？行こうよ一緒に。大丈夫？いやほんまに行こう。大丈夫？ゲームばっかしとんやろ？遊びに行くん。誰と？みんなと友達おらへんやんか。長男は行かないみたいです。僕はちょっと朝飯さっと 作ります。お弁当も作ろうか。今日は今日はケンちゃんのところに行きます。試合見てからケンちゃんとか行くので、朝ごはん食べてお昼向こうで食べるのかな。天才、そのまんま150で。朝ごはんはオートミールにしよう。9時半に出ようか。あと20分。楽しみやな。最近電子レンジを使うわ。ほんま使いたくないんやけどな。体にあんま用ないから。しゃあない。皆さんこれどこの家庭もあるあるかもしれないですけど、まあ、僕バナナ全然食べなくて子供だ。もうハマってなくて今は。で、自分の分だけバナナ食べて買っとこうと思ったらどんどんなくなるんです。で、あ、お前らバナナ食うんやって言って多めに買ったら。どんどん余るっていう。食わへんのかい。なんなのこれ、謎。もう原因を解明したい。めっちゃ柔らかいバナナ。朝食だよ。うん、やっぱりバカうまい。お金持ってきた。あ、お金。あ、車の中や。今日帰ってくるから持ってくるわ。9時20分もう出ようかな。新パパ、どう行ってくるわ。リュウ、試合って言っても1時間だけやで、10時から。うん。行こうや。ちょっと見に行こうや。ほんで帰ってこいや。お前どうせ昼からやろ、出らん。友達がいつも行くから。友達はそんなお前11時、12時に来んやろ。いつも昼過ぎてからやん。それは俺が勝手に言ってるだけやから。ちょっとだけ行こうよ。お姉ちゃんを応援しに行こう。行くで。お前どうせゲームしかせえへんねんから。行こう。ゲームはちょっと終わるの制限苦しい。じゃあ行こう。はいはい。じゃあ行ってくるわ。はい、ごめんなさい。行ってきます。行ってらっしゃい。はい、到着しました。今9時48分、試合開始まで10分ちょっとなので、今から行ってきます。てかめっちゃ混んでた。久々にこの中学校来たけど、行き方忘れてナビ通り来たらむちゃくちゃ遠回りしてた。行ってきます。はい、終わりました。面白かった。中学校は勝ちました。リオは頑張って応援しました。まあ、まだ中学校1年生始めたばっかしなので伸びしろはいっぱいたくさんあると。でもああいう応援ってのは嬉しいねんな。下でこううちわを置いたりとかドリンク渡してくれたりとか、あれがあるから成り立つんよな、チームスポーツって。なんか懐かしい。楽しかった。ただこの汗見てください。体育館の中蒸し風呂、保護者の方もみんなびっちゃびちゃ汗、熱っ。明日は決勝戦から準決、決勝があるのかな。明日はまた見に行きます。僕は今から、帰ってご飯持っていこうか。ケンちゃんのところ行きます。では、ただいま遊び行ってる。弁当を持って行き
きましょうか。まだ大会まで3ヶ月と1週間あるのか。ご飯少な。今日ケンちゃんに聞いてみよう。このままずっと3ヶ月行ったら俺死ぬ。こうブロッコリー入れて、なんかしたいけど最近蜂蜜ちゃうわ、梅干し1個だけ入れてるな。なんかハマってる。少な。 OL 女子の1日の食事、1食目。少ないな飯。若干ストレスやわ。まあでも油断したらあかんよな絶対。え、これさっき喋ったかな、さっき言いましたっけ、大会前、大会出た時はの3ヶ月と1週間前は 71.4 キロやったんですよ、調べたら。で今3ヶ月と1週間前に今の体重が 65.6 キロか、 65.7 キロだから5キロぐらい違うんですよその時と。まあでも油断はしたらか、油断はしたらか。新パパ、はい、三宮着きました。久しぶりにケンちゃんとこ行く、これから3ヶ月か、大会に向けてもう頑張ります。マラソンも練習します。死なんか俺、大丈夫か。まあまあ頑張ってきます。あ、真っ暗や。来たよ、クロン。ケンちゃん来たよ。最後。じゃあケンちゃんありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとう。じゃあ。お疲れ様でした。これは良い。はい、トレーニング終わりました。帰った久々にケンちゃん。前が追い込む。すごいわ。さすが。背中パキパキ。で今からちょっと髪の毛。イメチェンしてきます。特艦工事行ってきます。ちょっとこんな感じで、ちょっと明るすぎたかな、こんな感じになりました。ちょっとイメチェンです。そんな動画でした。お、結構行き過ぎたかな。まあまあいいでしょう。行きます。新パパパ、あ、阿部さんお疲れ様です。今日が2日後かな、昨日が準決勝、決勝、まあ3位決定戦見ていて、なんとリオの中学校は3位になりました。龍優は応援来てません。何拍手してんね。いや、やっぱ面白かったな。中学生新チーム始まったばっかしやから、まだまだこう強くなるし優勝も目指せるかなっていうぐらい、なんか自分自身も楽しみができて、よかったです。今からちょっといろいろ、今日は市役所とか行って、みんなこれめんどくさいでしょ、ちょっとこれ手紙、あの元凶届、これ毎年8月にあるんかな、市役所に来庁しないといけない、提出しに行くんですけど、父子家庭、シングルのところに届くのかな、父子家庭母子家庭のところに届いて、元凶届どうなってます、どうなってまんねん今みたいな感じのやつを届けに行って、で、仕事行って買い出し行って、また1日スタートしていきます。じゃあちょっと行ってきます。あれ、あなたも出るの？はい。デート？違うわ。じゃあ行ってくるわ。あ、はい。暑い。あ、これ今日8月後半やぞ、9月やで、めちゃくちゃ暑いです。いやー、これ過去最高ちゃうの、こんだけずっと暑い。台風もまた直撃っぽいんで、明後日かな、ちょっと気をつけたいと思います。しかしマジ暑いな。はい、市役所終わりました。今からちょっと仕事向かいます。暑
今仕事も終わって買い物も終わりました。今日何しようかな。今日はバサ売ってたんでバサ使ってなんかしよう。タラがなくて、タラの代わりにバサになってんちゃうかなみたいな。最近ちょっとバサにもハマってるな。今から戻ります。暑い、クソ暑い暑い、余計暑なるわ。戻ります。時計とうとう壊れた。電池やろ。止まってます。普通にごめん。はい、ということで終わりました。イメチェンとリオの大会と、さっきゴキブリが出てアース2本使って1人で戦ってた。汗すごかった。キャーキャー言いながら、倒しました。そんな感じの、2日間でした。今回はそのリオの公式戦も初めて見れたんで、気持ちがすごく高ぶったし、なんかこれからも楽しみがまたできたなっていうのが、すごく感じた2日間でした。ちょっと今ゴキブリ退治した後で撮影してるんですけど、すごく今暑いです。ということでまた次の動画で最後までご視聴ありがとうございました。